こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私がイーサリアムを買った理由をちょっとね、今回は自信を込めてちょっとお話ししようと思うんですよ。私がイーサリアムを購入したのはちょうどですね、暗号通貨バブルと言われている2017年から2018年で大暴落が起きた時に、イーサリアムもみるみる、ね、値段を下げていったんですよね。でそれまでイーサリアムってのは私はほとんど買ったことがなかったんですけども、次にチャンスが起きたら買おうと思ってたんですよね。その時に少し考えたのが、この分散型金融に関わるですね、ある一つの思想で、レンディングサービス、要するに暗号通貨を貸しますよっていうサービスのことなんですよ。でこのサービスにはイーサリアムってものが必ず必要になってくるってことをね、ちょっとねその時聞いてたんですよね。でそこまで市場ができていなかったんで、私は本当かなぐらいの気持ちだったんですけども、まあそれだったら未来に備えて買っておいてもいいかなっていうことと、まあ、私は当時もすでにチャールズ・ホスキンソンさんっていうね ADA の開発者のことを存じ上げておりましたんで、この方がイーサリアムを作ったのかってこともなんとなくね、肌身に染みてたわけなんですよ。でその時にイーサリアムは、まあ、信頼できる暗号通貨、仮想通貨であるなってことと、その暗号通貨バブルがね2017年から2018年に弾けた時に、なんでイーサリアムが値下がりしたのかってことにちょっとね考えを巡らしてみたんですよ。あれは ICO がどんどんねブレイクしていって、まあ、壊れていく、その中できっと引きずられるように ICO にはイーサリアムが必要な例が多かったですからね。イーサリアムっていうの価格が、まあ、上昇して落ちたんだろうなと思ったんですよ。では ICO のブームが去って、この ICO ってものがもう起きないとしたら、今度は真っ当なサービス、レンディングサービス、お金を暗号通貨を貸し出すサービスってのが出てくるんではないかなと思ったんですよ。でその時に必要なのがやっぱりイーサリアムってことになれば、その時に本当にイーサリアムはね値上がりするんではないかなと思ったんですよ。それは実はね2025年とか2030年頃にそうなるんじゃないかなと思ったんですけども、今回ですね、2019年から、そうですね、2020年ぐらいかな、2020年の後半から2021年、まさに今、この時なんですけども、イーサリアムの上昇っていうのは、多分他の暗号通貨とはちょっと理由が違ってですね、この暗号通貨の貸し出しサービスの経費としてイーサリアムが必要だから値上がりしてるんではないかなと私は思ってるんですよ。ですんで、イーサリアムを中心とする暗号通貨の貸し出しサービスに私参入するのも一つなんですけども、それ以上にですね、デファイで稼ぐ以上に、このイーサリアムを持っていくことによって、イーサリアムの需要による値上がり益を狙った方がいいんじゃないかなと考えて、まあ2万5000円前後の時に、まあちょっとだけ購入してたんですよね。でそれが今ね結構値段をつけてくれてるんで、非常に助かってるなというか、あ本当にそれが合ってたのかもしれないなと思ってるんですよ。でここから皆さんへのメッセージなんですけども、このディファイっていうのは、この言葉とか概念も人に知られてないぐらい、ものすごくねニッチな世界なんですよ。なのにもうすでにイーサリアムの値上がりはこれだけ起きてるわけなんですよ。となると、このディファイがもっともっとね知られてくることによって、暗号資産を人に貸してお金を得るっていう方法を思いついた人が、それに参入すればするほど、もともとイーサリアムを持ってた人っていうのは、レンディングに参加してないのにお金がどんどん増えていく、イーサリアムが増えていくっていうことになると思うんですよね。で私はそこを狙ってですね、20万円を今日超えてますけども、こっからもう一立ちイーサリアムを購入してもいいかなと思ってるんですよ。というのがね、これから短い期間でイーサリアムはおそらく100万円ぐらいに私つくと思うんですよ。控えめに見てですよ。ですんで、ここで一つ私の予想をね、私の予想ですよ、あくまでも約束ではないです。私の予想を申し上げますと、今年中、2021年中にイーサリアムはおそらく100万円を超えると思うんですよ。まあ、100万円超えないまでも80万、90万にはつくと思うんですよね。そうなった時に、今イーサリアムを例えば今日100万円買ったとしたら、この100万円が年末までに500万とか600万、もしくはね、うまくいけば1000万に変わると私は考えてます。まあ、ですんで、100万円とは言わないけども、例えば5万円でも10万円でもね、イーサリアムを購入しておくことっていうのはものすごくいい選択だと思うんですよね。まあ、それを参考にまた皆さんの考えを固めていただければと思います。それでは本日は以上です。イーサリアムがなぜ値上がるのか、イーサリアムをね私がなぜ買ったのかってことをやっとお話しできてよかったなと思っております。でこれから私はね、そのディファイの中の、暗号通貨を貸すサービス、こちらの方にもっともっとね、注力していきたいと思います。なぜなら私は暗号通貨を保有してるだけで何もしてないからなんですよ。持っておくだけが一番金持ちと思ってるんですけどね。ただレンディングサービス、お金を貸すサービスも結構良くなってきたんで、ここに少しずつステークしていくのもいいかなと思っております。それでは本日は以上です。